千葉ロッテマリーンズの吉井監督は年内最後のメディア対応で就任1年目の今季について先発ローテーションの投手を終盤まで持たせられなかったことを反省点として挙げました。ロッテはシーズン終盤に先発投手陣の駒不足に陥り、 CS 終了後に吉井監督は先発が本当に足りなかったと話し、先発陣には1年間中6日でしっかり元気な姿でマウンドに立って勝つ負けるは別の問題として、ゲームの半分は投げられるというのがローテーションピッチャーの最低限の仕事と厳しく成長を求めていました。そして来季については、柱となる先発ピッチャーは若い3人、小島、種市、佐々木にしてもらいたいんですけども、他のところでうまくシーズン振り分けて活躍できるようになれば最高かなと思って、フィオダイゼーションを考えながらやっていきたいとコメント。16人を先発候補とし、柱となる投手以外は起用する期間を振り分ける驚きの構想を語っています。これについて選手からしたらちょっと迷惑な話かもしれないし、ずっとローテーションに入ってたと思うんですけど、1年を考えるとそうはいかないと思うので、そのためには数はたくさんいるってことですと説明しています。16人の先発候補については、先発3本柱に加え、西野選手、美馬選手、二木選手、中森選手、本前選手、田中選手、外国人助っ人のメルセデス選手、ダイクストラ選手、フェルナンデス選手がいます。さらに木村選手、早坂選手の高卒ルーキー2人も先発として育成する方針を示し、原川選手34歳、東條選手32歳も先発に転向することとなりました。吉井監督が話すピリオダイゼーションとは、1年のうちの重要な試合に向けてコンディションをピークの状態で臨むため、トレーニングの内容を変化させるプログラム方法のことです。これによって目標が明確になり、毎日の練習に目的を持って取り組むことができます。さらに休養や疲労回復に充てる時間を計画的に設けることができ、オーバートレーニングやオーバーユース症候群を予防することにもつながります。原川選手と東條選手については、今オフに来季の先発起用を伝達しています。原川選手は今季4年ぶりの先発登板を果たしており、本格的に先発再挑戦することとなります。来季9年目を迎える東條選手は2022年に30ホールドを挙げるなど、主に中継ぎとして活躍してきました。サイドスローから繰り出す曲がりの鋭いスライダーが武器で、吉井監督は東條は球が強いですし、変化球もいいものを持っているので、もう一つ何かを加えれば長いイニングを投げられるはず、短いイニングを投げられるのはもう分かっていると期待しており、続けて彼も年齢を重ねて先発で調整してもらって、違う刺激でどうなるか、長いイニングを投げられたら彼にとっても得だと思うと意図を説明しました。さらに斉藤正樹みたいになってほしいと、同じサイドスローの1で巨人で通算180勝を挙げた平成の大エースの名前を挙げました。また来春のキャンプについては、1・2軍の枠はないものの、高卒2年目までの選手やサブロー2軍監督が指名した若手選手15から16人程度を育成強化組とし、練習メニューを分ける方針も明かしています。内野陣についてはすでにポジションをシャッフルする構想を示しており、ショートの藤岡選手をセカンド、セカンドで今季ゴールデングラブ賞の中村選手をサードへコンバート、ショートは友杉選手と茶谷選手に競わせ、サードは中村選手と安田選手、今季ドラフト1位の上田選手、ファーストは DeNA から獲得した外選手と安田選手、上田選手が争うことになります。これについて言い出したのは自分ですけど、データを見て技術コーチの意見も聞いて決めた。外が入ったことにより1塁や3塁をめぐるチーム内での争いが激しくなると思う、いい方向に行ってもらえたらいいと語り、チームのムードを変えたいし競争を煽ってチーム力を上げたいと現状打破に着手し、熾烈な定位置争いでチーム力向上を目指します。来季が9年目となる平沢大河選手についても語っており、打撃に関して科学の目を入れて分析したらどうだというのはアドバイスしています。豆腐の過ごし方について助言を送ったことを明かしました。平沢選手は18年には112試合に出場しましたが、その後は出場機会が減少、20、21年は1軍出場がなく、昨年は13試合の出場にとどまっていました。8年目の今季は内野手登録ながら主に外野手で57試合に出場し、打率1割7分、3本塁打、8打点を記録。平沢は2軍ではすごく打てるのに1軍では打てないという部分がある、ここをしっかり
自分で何をしたらいいか考えてオフを過ごしてくれというのは言ってある。毎年考えてはいると思うけど、そんなに詳しく分析してないと思うので、とアドバイスの意図を説明しています。吉井監督は監督就任1年目となった今季も振り返り、選手はよく頑張ってくれた、ただ監督が1年目でいろんな迷惑をかけた、1位とは結構差をつけられたので、その点では結構残念なシーズンだったなと思ってます、とコメントを。さらにチームとしては50点くらい、監督としてもそのくらいです、赤点ではないと思うんですけど、もっとうまくできたかなと話しています。吉井監督は開幕から115試合で115通りの布陣を組むなど、吉井野球で指揮を取りました。惜しくも2位に終わりましたが、ファイナルシリーズまで進出する奮闘を見せました。吉井監督の今季について、重光球団代表取締役会長もコメントしており、吉井監督は今シーズン選手たちに歩み寄り、話を聞きながら選手それぞれの特徴や状況に応じた起用をしていただいたと聞いています。シーズン終盤も厳しい状況の中で勝ち上がり、 ZOZO マリンスタジアムで行われたクライマックスシリーズも多くのファンの皆様に感動をしたと言っていただけるような試合をしていただけたと思っています。就任2年目となる来季はリーグ優勝を大いに期待していますと話しています。千葉ロッテマリーンズは今オフに新外国人助っ人としてジミー・コルデロ選手、ジュニオール・フェルナンデス選手、ジェームス・ダイクストラ選手の3人のピッチャーを補強しました。さらにバッターでは2年連続本塁打王を獲得したことのあるネフタリ・ソト選手を自由契約となっていた DeNA から獲得、26本塁打で本塁打王のタイトルを獲得したポランコ選手は残留を表明しています。現役ドラフトでは西武の愛斗選手を獲得、日本人選手についてはその他大きな戦力補強は行われていません。来シーズンの優勝に向けて現有戦力の底上げが重要になってくると思われ、2月の春季キャンプから注目が高まります。